グッデイ、皆さんこんにちは。本日はここニューヨークにあるホテルハイタワーの中には一体どんな施設が入っているのかご案内させていただきたいと思います。さて、こちらのホテルは13年前に閉鎖となり、今はニューヨーク市保存協会主催のミステリーツアーが行われているわけですが、ホテル内にある客用エレベーターは謎の落下により使用停止中。ツアーでは計6機、3本のエレベーターシャフトからなる業務用エレベーターが稼働しています。不思議なくらいエレベーターがたくさんある当ホテルは4つの建物から構成され、一番高い建物が14階建てのグレートタワー、正面が5階建ての大邸宅、左側が8階建てのインディアンタワー、右側が5階建てのカリフスターと名前がついています。地上14階建て、地下3階の全17階からなる建築となっていますが、実はこれらはもともとホテルのオーナーであるハリソン・ハイタワー3世が引き継いだ豪邸に増築を重ねたもの。つまりもともとは大邸宅しかなかったところにグレートタワー、インディアンタワー、カリフスタワーを作り出したものとなっているわけですね。これらの建物には様々な建築様式があしらわれ、装飾も非常に凝られたものとなっているのですが、それはまた別の機会にお話しするとして、今回はこの建物の中にはどのような施設があるのかをお話しさせていただきます。まずは全体の構成から。地下にはハイタワーさんのコレクションを保管する秘密の倉庫と、その中の隠されたハイタワーさんの右腕であるスメルディング氏の隠し部屋がありますが、地上のフロアを見るにあたり客用エレベーターの横にあるフロアガイドを見てみましょう。まずはロビーフロアから。ホテル売店、ラジャのプール、オリンピックレストラン。ラジャのプールはカリフスタワーの中にあり、現在はツアーに参加した方のお土産用のお店、メモラビリアとして使われています。店内をよく見てみると、もともとプールだったのがわかりますね。プールには木の板が張られ、飛び込み台は陳列棚として利用されています。ちなみに店内の壁に描かれている絵は、ハイタワさんがガンジス川で身を清め神へと近づいていく様子が描かれています。ハイタワーさんの服を持つスメルディング氏もしっかりと描かれていますね。ちなみにラジャのプールがあるカリフスタワーのカリフとはイスラム社会の最高権威者を示す言葉、どこまでも向上心が強いハイタワーさんならではの名付け方ですよね。そしてもう一つ、オリンピックレストランは客用エレベーターを見て左側に入り口とメニューが書かれた看板があります。気になるメニューはというと、サソリのコンソメスープ、タランチュラのクリーム、茹でたラクダの足など、世界中を回ったハイタワーさんならではのレシピが並びます。ハイタワーさんが失踪した日にやったコンゴ川遠征帰還パーティーでは、これらの料理が振る舞われたそうですよ。行かれてますね。さて、フロアガイドに戻りましょう。メゾネット中2階には、美容室チャイナドール、アステカゲームルーム、アレクサンドリア図書館、そしてサンルームがあります。アステカゲームルームには名前からして太鼓の達人とかはなさそうですね。高級ホテルらしく身だしなみも整えられ、娯楽と知識を楽しめるメゾネットとなっているようです。1階に婦人用化粧室、2階には喫煙所があって、そして4階にはインディアンタワーにあるアトランティスボールルーム、ここがコンゴ川遠征帰還パーティーが行われた宴会場のようです。ちなみにツアーに参加するとここの入り口は見ることができるんですよ。ツアーに参加した記念にご自身に手を振ってみてはいかがでしょうか。その上の5階には探検家クラブミーティングルーム、これはハイタワーさんがホストを務めるファラオ探検家クラブの会合に使われるスペースのようです。このクラブには大物政治家や各界の権力者が加入し、このホテルの増築資金の資金援助にも協力してくれたのだとか。5階から6階にはハイタワーミュージアム、ハイタワーファン必見の博物館ですね。その上は中世フランスをイメージしたスイートルーム、最上階はハイタワーさんの自室となっています。他にも様々な施設があると言われる謎に満ちたホテルハイタワーですが、ミステリーツアー最大の見どころは最上階のハイタワーさんの実装を見学できるところです。皆さんぜひ参加してみてくださいね。今回紹介できなかった施設や外装についてはまた別の動画で。それではバイバーイ。